職場で怒られた時無意識に声が小さくなったり声が出なくなります何かいい改善方法はないでしょうかな怒られたら声でかくなって大声でしゃべる人間になりたいってこと <laughs> まあ、僕はそのタイプなんですけど生まれつきな気がするんですよね要はあの相手が敵だと認識した時にその敵を倒そうと思うタイプか怖い逃げようと思うタイプかで、ね で僕はその戦いを挑まれたから戦うというタイプなので大声で言い返すタイプなんですよ。なのでその相手を倒す気でいるかどうかっていうそのもうその敵だと認識するかどうかなんですよね。で多分怒られた時って自分が悪いことをして怒られたから萎縮するだから声が小さくなって喋れなくなるのは当たり前なんですよ。 なのでその自分に悪気はないとかっていう要はその自分は悪くないなぜ怒られるんだお前の方が悪いっていうのを言えるぐらいの,その自分に対する自信がまず必要だと思うんですよね。僕がその昔まあ今であの配偶者なんですけどその彼女に怒られたのがあってあの酔っ払った時に何かそのすげえゲロ吐いてでその家まで連れてきてもらってあなんか電話で呼び出して で、呼び出してタクシーで家に連れて帰ってもらったっていうのがあるんですけど。で、その時にそのま朝にこれこれこういうことをやられてすごい迷惑だったっていうので謝る気ないのって言われたんですけど、僕その酒飲んでたんで記憶全くしてないんで全然知らないんですよ。で、別に知りもしないこと謝れないでしょ。だって記憶ないし、やった。覚えもないからね。みたいな。 で別にあの悪気もないのになんか口先だけで謝るとかで謝ってもらってそれでいいんですかみたいな割とその強気な発言をしていたらしいのですよ。もうそのこと自体は覚えてないんですけどだからどう考えても客観的に見たらその酔っ払った僕が悪いになるんですけど僕としてはそのいや自分はその悪いことをした自覚はないわけだから別に下手に出る必要は全くないと思っちゃうんですよ。 っていうタイプの人間にあなたなりたいですかって話でもしなりたいんだったらそういう考え方をして嫌われてください